ちょっと天ぷら定食やばい。要するに天丼がでもこれもねそこそこの値段だよ。するよ。うん。するよ。見て。上天丼3500円。中天丼2400円。天丼1200円。何する？でも普通の天丼で、うん、食べてみましょう、うん、飲み物いいですか？飲み物何飲む？やっぱ日本酒ですか、ね、日本酒？いちご、いちご、ちっちゃい日本酒？ビール？いや私日本酒日本酒飲んでみようか。いちご少しずつ。天丼は日本酒なの、うん、分かりました。日本酒飲むとねベロベロになる。少しだけ見て、あ、女子、あー、とか、気持ちいい、うん、やりたいでしょ。いや、まだそこまで来てない。あ、そう、いい、はい、OK、はい、準備できた、うん、はい、できました。私、日本中ちょっとダメなんですけど、赤木さんのおすすめで。あ、そうです、あの、うん、やっぱり天ぷらといえば日本酒ですね、うん、ビールとかでもいいんですけど、なんかちょっとこれ何、有名？沢の強い神戸のお酒です。これ、あ、神戸の、神戸の日本酒、酒蔵があって、はい、めちゃくちゃ美味しいです、ね、あ、そうですか。ちょっと行ってください。行ってです。うん、あ、一気に飲まないの？そんな飲み方教えたことない。誰に教えてもらったの？美味しいでしょ。韓国人が飲まない。韓国人来ましたね。天然来たよ。もうね、匂いがやばい。これね、揚げてる時のサウンドがね、そう、サウンドがやばい。そして私たちいつもテンション高いのに、なんか日本の飲食店だとさ、ちょっと静かにしなければならないなんか感じがしてさ、そう、みんな静かだし店員さんも静かだから、うん、金曜日を待ってくれ。そうそうそう、でと、うん、音でまずじらされたから、天ぷら揚げてる音で、はい、で匂いが来た、もう想像力がもう。食べようよ。好き好き。こういうのってさ、日本のってさ、タレが美味しいじゃん。そう。で、こう食べ方はもうどれを最後に残すか自由。ああ、そう。僕はエビを最後に残す。ああ、そういうこと。で、ちょっとパッと言ったらちょっと日本酒食って、日本酒、日本酒。うん。日本酒。うん。どうしようかね。そうそう。混ざるでしょ、この日本の伝統が、うん、美味しい。いただきます。甘い。うまいわ。これ何、魚なの？うん、キスじゃない多分。どう？すごい柔らかいよね。うん。ふわふわ。なんかこういうなんかタレが江戸って感じ。江戸ってどういう？江戸。ほら九州の人間だから。やっぱちょっと塩が強めの。しょっぱい。ちょっと上にタレがちょっと少ししょっぱいから、うん、あのご飯と食べるとちょうどいいんですよ。うん。意外とさっぱりしてる、うん、揚げてみる。日本ってね、箸だけだからね。そう、あ、これちょっとスプーンで食べれないから、うん、気をつけて、皆さん。かき揚げも美味しいね、これ。食べれる？食べれる？合ってる、合ってる、合ってる。食べれる？食べれる？で、これ崩して食べるのもいいんだけど、このちょっと切りながらね、うん、綺麗にね、そうそう、綺麗に食べていくのがちょっとおつ、こうやって、あそこ飲むときにこうやって箸刺しちゃダメ。ダメよ。あ、ダメダメ。あんじゃん。言えよって、私が熱湯をあげたんだろう。言えよって、食べ物にシュートだけだね。なんで拾えないんだよ。
見てなかった全然スタイルが韓国人そうそうそうあ、思ったこうやって飲んだら怒られるもん、日本人そうそうそうなんて怒られるの品がない品がない、すみません品がオプセドってって持ち方も怒られるからね、日本人あ、すみませんいや、言ってほしかったでしょこう、うるさいでしょ、うるさいでしょ、うん、好き好きやられてなかったうんあ、でも僕も久々に美味しい天丼食べましたよ、うん、もうお腹いっぱいですか結構ね、いろいろ食べてきたから、うん、お腹いっぱいだけど、食える本当、うん、なんか、天丼って油じゃん、うん、不思議に食えるよねお腹いっぱいなの、正直お腹いっぱいになった時に油こういうものって食えないじゃん、うん、食えるおい振りじゃないのほんとうまほんとうまでも確かにこういう風に飲んだ方が美味しいんだけどねこれ飲んでいいあんでよこれなんかこうするとね、なんか自分がなんかちっちゃくなるんだよねこれ日本だなでもこれ面白いね、日本の所作とね、韓国の所作ね。だから孤独なグルメ見るとさ、こうやって食べるじゃん、いつも、うん、いただきます、うん、ダメ無理それが多分文化だよね。そうそうそう、うん、なんかめちゃくちゃうまいな。このタレ本当にちょっとね、焦がした感じがいいよね。焦がし醤油みたいな。正直最初ちょっとしょっぱかったけど、うん、下に行けば行くほど味がね、ちょうど良くなってきた。バランス良くなってきた。これやばいわ。こういう旅いいよね、こういうの。うん。やっぱりこういうのはね、お酒なのよ。合うでしょ。うん。ビールだとちょっと違うでしょ。ちょっと違うね。でもまあビールも合うんじゃないかな。うん、でも結構お腹いっぱいになるじゃん。そうそうそう。うん。よし。有給の。愛があるね。皆様が日本酒ぜひ天ぷらと来た時はぜひ、うん、そんな高くないので、そう、これ600円ぐらいです、うんうん、で意外と辛口のキレがいいやつ。これさ、こういう風に軽く飲んだ方がいい。そうそう、軽めのいい。こういうなんかテンションでやりたいんだけど、うん、なんか日本のお店に来るとなんか失格感があって食べないから周りもいらっしゃる。そうそうそう。あとね、ほらコロナだから、うん、あんま喋るとなっちゃう。ごめんなさいね、静かな感じで。やっぱご飯がちゃんとしてるの、美味しいお店ってやっぱり。そうですね。日本のご飯、食事と思わない。ご飯がちゃんと美味しいでしょ、多分。そうだね。絶対感じて。今の嘘でしょ。そうだね。いや、美味しいよ。そんな細かい人じゃないので。でもほら、お米なんか嫌じゃん。べちゃべちゃとか、なんかカチカチとか。そういう細かさはまだ分かんないね。あ、日本のその食事の、うん、じゃちょっとずつじゃん。でもこういうやっぱりちょっと高いじゃん、うん、この値段の、まあ、違いはちょっと分かる気がする、うん、やっぱりスーパーに売ってるそういうやつはスーパー怒られるよ本当に。いや、例えばああ、例えばね、結構そういう天丼しか食べてなかったから。あ、そっか、天丼イコールもあれが天丼みたいなと思っちゃうわけね。そうだよ。あ、そっか。だってさ、普段食べないでしょ。2000年、3000年ぐらいする天丼。そう。しかもランチタイムとかないから、うん、1日中通してこの同じ値段だから、うん、あ、高い。さっきの店もそうだけど。美味しかった。しかもね、なんかね、ちょっと体中に幸せがブワーって出ちゃってる、ね、今。最後聞いたら、昭和5年。昭和5年だと。昭和5年。5年だと？だと？もう80、90… すごいね。すごいよ。80年、新宿で。もっとすごいこともあったよ。
カードができない。そうそう。新宿なのにカード使えません。気をつけてみんな、本当に。